ですね、続きまして、性的マイノリティ当事者とその友人からの、発表をさせていただきたいと思います。まず当事者の友人としてお話しくださるのは、岡田智也さんです。岡田さんは京都のご出身でいらっしゃいまして、高校生の頃ソウルミュージック、ディスコミュージックなどに感化され、兄や友人たちとラップチームドデカホーンズを結成、京都、大阪を中心に活動した後、DJ としてのキャリアを開始されました。現在、大阪は心斎橋などにて、月に一度テクノパーティー、クラウスを、友人と一緒にオーガナイズしていらっしゃいまして、またこれまでにイギリス、ドイツ、スペイン、スウェーデンなど世界各国の DJ の方を、呼ばれて共演されたりしております。また国内でも ZEP 大阪等大きなホールで DJ プレイをされたご経験も持つなど広くご活躍をされています。普段はサラリーマンなんですね。東京のかっこいいですね昼と夜のそのギャップがでは岡田さん発表よろしくお願いいたします。失礼します。皆さんこんにちは。はじめまして。司会の青木さんからご紹介いただいた岡田智也です。私の個人的な体験が皆さんの何かの参考になればと思って今日は話をさせていただきます。僕は実はセクシャルマイノリティなんだよっていうカミングアウトを友人の男性から受けたのは今から2年ほど前のことで、その時私は24歳でした。特にこれといった前置きもなくいきなりのことであったので、この人がとかなりびっくりしたことを覚えています。ですがその時によく世間一般で言われるような嫌悪感や拒絶感といった感情は全くありませんでした。偽善的に超えると思うんですけど、そうか、この人はセクシャルマイノリティだったのかと、その事実を受け入れるしかなかったなというか、受け入れました。またそれと同時に大事な秘密を打ち明けてくれたその友人に対して、この人は信頼のおける人なんだなというふうに感じました。ここまで聞いて皆さんの中には、私がなぜこうも簡単に彼がゲイであることを受け入れることができたのかというごく当たり前の疑問や、そんなに物事は簡単ではないでしょう、本当は気持ち悪いとか思ったんじゃないのというような、ネガティブな疑問を抱かれた方もおられるかもしれません。ですので、その時私がどのように考えて受け入れたかを少し説明させてください。もしあなたの大好きな友人、例えば家族や兄弟などがあなたに自分が実はセクシャルマイノリティであることを打ち明けてくれたというふうに想像してみてください。その時あなたはどのように感じるでしょうか。自分と異なる価値観を持った友人に嫌悪感や違和感を感じ拒絶するでしょうか。僕はその答えはノーだと思っています。僕の場合は友人でしたが、僕はもともとその友人のことを話をしていても、人とするのってすごいちょっと大変じゃないですか。でもそういう不必要な気遣いをしなくてもいいし、その人は話も面白かったんですよ。で、面白い人なんだなと思ってすごい僕は気に入ってました、その人のこと。で、そういう関係が良い結果を招いたのかもしれませんが、私はその告白を受けた時に、自分が好意を抱いてる人がゲイだったからといって特に何も問題にもならないし何の変化もないなと思ったのです。びっくりしたのは、こんなに近くにセクシャルマイノリティの人ってやっぱ実在してるんだっていう、その方が驚きだったんです。考えてみてもらいたいんですけど、彼らはだからといってあなたに危害を加えたりするわけではないんです。これは当たり前なんだけど重要な事実だと思います。ただ今思えばラッキーだったなと思うのが、私がその時すでにある程度の人格形成ができた大人であったということです。例えばカミングアウトを受けた際の年齢はもっと若くて、
人格や人間性が未熟な段階であったとしたら受けた印象も全く違ってしまったかもしれないです。私は紹介にもあるように長い間もう10年以上クラブという特殊な環境で DJ をしています。おかげでその告白を受けるまでにもセクシャルマイノリティの方と接する機会っていうのは普通の方と比べては多かったと思います。クラブっていうのはある意味自由な空間で普段は聞くことのできない大きな音量で音楽を聴くことができお酒も飲むことができる場所なので比較的に気持ちもオープンになると思います。だからなのかわからないんですけど僕自身ゲイの人にナンパされたことっていうのが何回かあります。ただちょっとすごいびっくりしてしまって丁寧にお断りしてしまったんですけどそういうなんか自分の実体験とか踏まえたとかの実感なんですけど日本よりはそうですね、西洋の国とか外国の方がセクシャルマイノリティの方に対しての理解がすごいもう少し深いように思います。去年の話ですけど、僕は旅行でドイツに行ったんですね。で、で10年以上するぐらいクラブが好きなもんでドイツでもクラブに遊びに行ったんですね。で、いざクラブに着いてクラブっていうのはダンスフロアがあるんですね。でそこにこうまず急いで行ったんです。そしたら一番初めに目にしたのはそのダンスフロアのど真ん中でこうゲイのカップルがすっごい濃厚なディープキスをしてるとこを見てって思ったんですよ。でも周りのに踊ってる人っていうのは全然それに対して気兼ねしてることもなくもう普通に話もこうしてる感じでこういう外国で運ばれることってすごい普通なんやってすごいなんかカルチャーショックを受けたんです。でそういうことから思うんですけどなんかね、世間一般の人は自分には自分の価値観があるし他人には他人の価値観があるっていうこと当たり前の考え方がちょっとできずに自分の価値観を他人にも押し付けてしまう人が多いように思うんです。私はセクシャルマイノリティやまたもっと広く障害者や在日外国人非差別部落の人々などのマイノリティに対する理解があまり進まない原因の一つにこの考えがあると思います。でも考えてみてください。自分の意見を理解してもらおうと思えば他人の意見も理解しなくてはいけないと思いませんか。私はマイノリティもマジョリティもお互いの主義主張に対する理解がありそれを尊重できるとベストだと思います。ですからこれは皆さんに対する私のお願いになります。一度で構わないのでぜひセクシャルマイノリティについて考えてみてください。で、セクシャルマイノリティは実社会の中で微妙な立場に置かれていることが多いはずです。それは偏見であったり心ない非難、中傷、嫌がらせであったりと様々な要因が絡み合って複雑なものだと思います。でも自分や自分の親しい人がもしセクシャルマイノリティだったらというように自分と相手の立場を入れ替えて考えてみてください。もちろん考える機会が増えただけで差別や偏見がなくなるとは私も考えていませんが考える機会が全くないよりは良い結果が得られると私は信じています。最後まで拙い話を聞いていただきありがとうございました。皆さんにとって今日の私の話が何かの参考になれば嬉しく思います。小田さんありがとうございました。多分この中には多分岡田さんと同じような立場で、突然カミングアウトされた友達からされたとかもしくはお子さんからありがとうございますカミングアウトされたりっていう経験をお持ちの方もいらっしゃるでしょうし、カミングアウトしましたっていう立場の人もいらっしゃるとは思うんですけれども、岡田さんのように、DJ とかクラブとか特殊な環境の中で触れ合いはあったとしても、岡田さんの直接の知人として
っていうのは初めてそのカミングアウトされた時の経験ということで、まあ、今日の話がですね、また次回皆さんがカミングアウトしたりされたりっていう時の参考になればと思います。ありがとうございます。本当に。